みんなは当然知ってるのに、遅ればせながら最近知ったことは何ですか？多分知ってるやろ。みんな知ってたんやろなって思ったのが、最近テレビを見てて、お笑い芸人のネタで、ジンタンをひたすら飲んでるみたいな映像やったんですけど、まあそれに突っ込んでたんですよ。ジンタンって言ってて。ジンタンって何？って思って。結構みんな笑ってたから、結構みんな知ってるんやと思って、そこを調べたんですよね。たらまあ、お薬、二日酔いとかにも効くみたいですね、これ。知っとこうと思って。そこを調べましたね。エッチの際、男性の勘違いしているなぁとつくづく思う行為は？勘違いね。まあでも女の人って結構演技しがちだと思うんで。勘違いっていうのはよくあることなんじゃないでしょうか。まあそう思わせてるのはこっちですからね。じゃここが気持ちよさそうだねとかって言って来られたとしても、そんなにみたいな。そんなにいいやけど、なんかそうやって雰囲気を崩しちゃうのがダメだと思うので、演技するというか、無視 する しちゃうかもしれないです。ピンクしりとり、10個を完成させてください。スタートは女子部屋のやでお願いします。ピンクっていうことはちょっとそっち系のね、しりとり。ちょっとやらしめなしりとりってことですね。はい、じゃあ行きます。まず、女子部屋のや。やなので、はい、やらしい。やらしい、いですね。いく。で、その時がくり。で、リ、ちょっと出てこないんで、リトマス紙。リトマス紙なんで、それが出てきたって感じなんですけど。その次が、シリ。シリね、お尻ね。で、リンゴ。ごめんなさい、出てこない。リンゴ。で、ゴムね。ゴム。次。無理やり、理性が飛んで 出ちゃったよっていうね。もう最後はちょっと何言ってるかわかるんですけど、無理やりとりあえず理性が飛んで、出ちゃったよって感じですね。